はい、それではトランプのカードをお届けしましょう。こちらに一組のデックがあります。カードの方、こちらの方は全てねバラバラに切れてます。さあ、そうしましたらこのカード、そしてこちらの方に1枚の封筒があります。この封筒は後で皆様にお見せしますのでね、こちらに置いておきます。このカードの方、カードカメラの前からでは選べませんね。それではこのカードをこういった形で並べます。ここにかわいい飛行機のおもちゃがあります。これはこういう形でバックしますと前へ進むわけですね。これが止まったところの場所のカードを選ぶということにしましょうか。よろしいですか。はい、それじゃあ こういう形ですね。はい、ここです。いいですか。じゃあこちらのカード、この部分でこのぶつかったところ、ここですね。いいですか。はい、この飛行機がこのカードを選びました。ここです。いいですね。はい、じゃあこの1枚目のカードね、選んだカード、ハートの8、ちなみにこの次は6、そして9ですね。そして裏はスペードの3、まあバラバラですのでね、このハートの8をこの飛行機が選んだと、あなたが選んだということにしましょう。よろしいですね。重ねます。よろしいですか。こんな形ですね。よろしいですね。ちなみにこの一番上のカード、三つ葉の6、一番下がスペードの3。よろしいですか。じゃあこの一番上のカード、こちらの方へね置いておきましょう。そしてこのハートの8、よく見ててください。よろしいですか。よろしいですね。ハートの8を中に入れます。そしてワンスタンプかけます。そうしますとこちらの中にハートの8が消えてます。どういうことでしょう。ここで先ほどお見せしたこの封筒の中をお見せしましょう。実は今日今こちらで選んだカードを私が前から予言をしてました。何のカードを選んだかということで、こちらの中に一つのカードが入っています。皆様にお見せします。よく見てください。いいですか。こういう形ですね。このカードよく見てください。ハートの8、先ほど飛行機が選んだカード、ハートの8でしたね。これが予言のマジックになります。さあ、そしてこのハートの8、今こちらの中に確かに入れましたけれどもなくなった。こちらを見てください。一番上のカードです。実はこちらの一番上のカードにハートの8が移動してるんです。よろしいですか。このハートの8です。さあ、そしたらこのカードの中にもう一度やりましょう。よく見ててください、適当なところにねこうあります。どこでもよいです。じゃあまあこの辺にしましょうか。この辺にこのハートの8を入れます。そして重ねます。こんな形です。見えますか。よろしいですね。このハートの8、今途中に入れましたね。よく見ててください。いいですか。そして田舎に入れますよ。はい、重ねます。そしてスナップを効かせます。そうしますとまた一番上に上がってきてるんです。
そしてこの一番上にカード上がってきたの、上上がってくるところを見たいという方がいます。あなたはいかがですか？ご覧になりたいですか？よく見ててください。このカード、ハートの8、一番上に上がったカードを曲げますね。はい、そしてこちらへ置きます。そしてだいたい真ん中辺ぐらいのところにね、ここに入れましょう。わかりますね？ここです、ここです。重ねますよ。はい、重ねました。さあよく見ててください。この真ん中に入れたハートの8が上に上がってきます。よく見ててください。わかりましたか？これが一番上のカードに上がってきました。いかがでしたでしょうか？トランプのマジックです。ありがとうございます。